こんにちは。今回は2023年の6月、正確には5月31日だったと思うんですが、新しいニキビの治療薬が発売されておりますので、そちらについてお話ししていきたいと思います。 ということで、今回ご紹介するのがこちらのベピオローションですね。今までこのベピオゲルっていうのは何回もご紹介させていただいていると思うんですが、これがゲル状のタイプであったのに対して、新しくですね、ローション剤が発売されたということです。で、そんなベピオローションなんですが、このベピオゲルと比べて効果とか副作用に何らかの違いがあるのかというところをですね、今回しっかりとお話ししていきたいと思います。 まず効果の部分なんですが、こちらがベピオローションの有効性を検証した臨床試験の結果をお示ししております。添付文書から取ってきておりますので、正しいデータにはなるんですけれども、ベピオローションとプラセボって言ってね、何の効果もない、まあ、お薬ですね。お薬の偽物みたいなものですね。こちらとベピオローション、どっちが座草に対して有効だったかというものを調べています。炎症性皮脂、つまりニキビみたいなものですね。で、非炎症性の皮脂、コメドのようなもの ななものなんですが、炎症性の赤ニキビとか白ニキビ黒ニキビに対してもベピオローションの有効率が 71%、57%というところに対して、プラセボが36とか22だったから、ベピオローションはしっかりと有効性があるよね、ということで指名されております。ベピオゲルを使ってて、うまく塗り広げられなかったりとか、こう、ベタってしていて、なんかこう、ベトつきが気になってすぐ、なんだろ、拭き取っちゃいましたよ、みたいな方であれば、ベピオローションに変えると、しっとりと塗り広げることができて、使用しやすくて、毎日使うことができるようになった結果、ベピオローションの方が効いたよね、 というようなストーリーはあるかもしれないんですが同じように用法養量を守ってご使用いただいたらベピオ・ゲルもベピオ・ローションもほぼほぼ同等の効果が見込めるんじゃないかなというところです。で次に副作用発現率の違いですここ結構重要なんですけれどもベピオ・ゲルの方の副作用発現率が49.4%約50%なのに対してベピオ・ローションが11.9なんですよね。 でこちらを元に、ベピオローションは、ベピオゲルと有効性が同等で、副作用が少ないですよ、みたいなことを言ってる方いらっしゃるんですけれども、ここを注意していただきたいです。それなぜかっていうと、ベピオゲルもベピオローションも同じ過酸化ベンゾイルっていう成分使ってるんですけど、もともとはベピオゲルがあったわけじゃないですか、存在していたわけじゃないですか。お医者さんたち、皮膚科のお医者さんたちっていうのは、このベピオゲルの使い方、最初分かんなかったんですよね。どうやって使えば副作用を少なくして、効果を最大限発揮で できるかかっていいうののがわらないままこベピオゲルって塗りすぎればもちろん副作用が出るんですよね。ピリピリ感が出たりとか皮膚の皮むけが起こっちゃったりとか赤みや炎症が起こるこれベピオゲルって起こるんですよ。 塗りすぎれば。だからこそ、この時の副作用って非常に多かったんですよ。まあ、ただし、それが時間が経ってですね、お医者さんたちもベピオゲルの使い方が分かってきた。まあ、だからこそ、最近の研究、ベピオローションの研究では、副作用のマネジメント方法が分かってる。ベピオとの付き合い方が分かった状態で、この臨床試験が行われてるんですよね。おそらく、今ですね、このベピオゲルの研究をもう一回やったら、副作用の発現率って下がると思います。ベピオそのものは変わってなかったとしても、ベピオを使 使うというね、使い方を指導する医師や薬剤師のレベルが上がってるというか、レベルが上がるっていうとちょっと違うんだけど、使い方が分かってきたということですよね。で、初めてベピオを使うよっていう患者さんに対しても、こうやって使えば副作用コントロールできるよねっていうお話がしやすくなっていますので、今やれば多分10、10%になるかどうかは分かんないんだけれども、この50%に起こるっていうことはなくなってくるかなと思います。まあ、もちろんこれは全部僕の仮説ではあるんだけれども、ベピオローションの臨床試験とベピオーの ゲルの臨床試験を横に比べてベピオゲルが50%、ベピオローションが11%だからだからベピオローションの方が副作用って少ないよねって言ってしまうとちょっと問題があると思います。有効性も副作用もそんなに変わらないんだったらじゃあどこが違うのかということなんですが実際の違いになる部分はやっぱり塗り心地と塗り方だと思います。はいこちらベピオの塗り方なんですけれどもこちら拡大しましたがベピオゲルの場合はですね 1FTU と呼ばれる人差し指の第一関節まで までにゲルをビュッと出していただいてこれがおおよそ顔全体に塗っていく量の目安だということですねこの状態に必要なのが人差し指第一関節までの量だよこれがベピオゲルですよということです一方ベピオローションに関しては1円玉台ねこれポイントですね1円玉台を出していただいて顔全体に塗り広げるということになりますベピオローション非常にですねこう伸びが良くてしっとりしているのでもう1円玉台でも十分顔全体に薄 薄く広く広広塗り広げることができます。ここめちゃくちゃ重要なポイントなんですけど美容液とかクリームって大体500円玉台とか書いてあるじゃないですかその感覚でベピオローションをビュって出して顔にねこうワーって塗ってしまうと明らかに過剰になっちゃいますだって推奨されてるのが顔全体で1円玉台なんですよ1円玉ぐらいのサイズでいいのに一般的な美容液とかの感覚で500円玉台ぐらいガッて出して顔全体に塗るともう過剰になって副作用がドンと起きる可能性があります ますのでベピオローションを使い始めますっていう方はですねぜひ慎重に慎重に始めていただければなと思います早くニキビを治したいからと思ってですねこう美容液みたいにいっぱい出してそれを大量に顔につけるなんてことをやってしまうとそもそも治療ができなくなりますそれぐらい肌がボロボロになってしまう可能性がありますのでここは十分お気をつけいただければと思いますであと1点知っておきたい違いとしてはですね薬価ですね薬には薬価という価格がついておりますベピオゲルが 1g あたり93.4円なので 15g ですね1本あたり1401円という価格設定になっています一方ベピオローションが1本あたり1471円まあほぼほぼ同じなんですけどどっちが高いかって言われたらベピオローションですはいということで今回は新しく発売になったベピオローションについてお話しさせていただきましたベピオローションの臨床試験を見てみると確かに副作用は少なく見えるんですけれどもそれってもしかすると医師とか製薬メーカーとか薬剤師も含めてですねベピオとの付き合い方が分かってきたからこそ副作用のマネージメントがうまくなっ た背景ももも考えらられれまますののでで一概ににベピオローションななっっったたたかか副作用がととと減いいうこしせん、まあ、ただし、ベピオローションってすごく塗り広げやすくてしっとりとしているので、まあそういったところが副作用の低下とかにね、えー、寄与している可能性もあります。今までベピオゲルを使ってなんかうまくいかなかったなっていう方はですね、ベピオローションに変えて挑戦してみるっていうのもありかもしれません。ベピオゲルって塗ってみるとわかるんですが、ちょっとベタついたりとかですね、えー、気になる部分も確かにありますので、 そこをローションに変えてあげると比較的継続しやすくなったりもすると思いますのでこれを専門的には服薬アドヒアランスって言ったりするんですけれどもアドヒアランスを高めるためにローションを使っていくローション剤を選択していくっていうのはすごくいい方法だと思いますベピオゲル使ってていまいち塗り心地悪いなって思ってる方はですねベピオローションを選択していただくっていうのもありかなと思いますということで今回はここまでではまた